have a question. 英語圏視聴者がホロライブにたどり着いた理由は、たくさんの人にとってコロナ先輩である。可愛らしい英語の発音や間違いがよくミームになっている。コロナ先輩はそれどう思う？どこで、あとどこで英語を覚えたのかも気になる。ね、ミームについてあんまり詳しく知らなかったから、さっき調べたらなんか面白いことみたいに出てきてて、あ、面白いことならもうすごい嬉しいことだから、うん、自分がミームになることはとっても嬉しいなって思いました。うん、自分が頑張ったなと思った英語がなんか冗談になってる感じで、うん、なんか悲しくないよね。大丈夫だよね。全然なんかそれでその海外日記がこうやってなんかこう盛り上げてくれてるってことだよね。なんかミームみたいな。そう、うん、全然なんかもっとやってほしい。お、素材提供頑張ります。ありがとうございます。助かります。はい。そして英語どうやって覚えたんだ？いや、前はね、なんかこうワンツーマンで先生がいて、でも引っ越しして通えなくなっちゃって、たまに最近だとなんか旅行で使える英語集とか、おう、そういうなんか本があるんだけど、おう、たまにそういうのを見てるぐらい。学校に行ってた時、小根先輩、英語の試験何点取ってた？英語何点だったの？でも40点とか。40点？40、50いかなかったと思う。おずっとそれくらいか。うん、なんかもう半分以下だったね。まあでも小根先輩悪くない、マジで。私が知ってる限りでは日本の学校の英語の教え方が悪い。小根先輩悪くない。あ、本当に？そうだよ。あ、よかった。じゃあ教育が間違ってたんだ。そうだよ。そういうこと。あ、よかった。自分でなんか練習を足すしかない。だから1対1のレッスンとか通ってたのはもう大正解だと思います。 I